奥野総一郎は、日本の政治家、元郵政官僚、立憲民主党所属の衆議院議員、同党国対委員長代理、衆院予算委員会理事、衆院憲法審査会幹事。正式な氏名は、奥野総一郎。兵庫県神戸市で生まれ、神戸大学附属住吉小学校、紅葉学院中学校、高等学校を経て、1989年に、 東京大学法学部を卒業する。同年に郵政賞へ入賞し、1996年から横浜市企画局へ出向する。2005年の千葉市長選挙に無所属で立候補したが、現職の鶴岡圭一に敗れて落選する。後に千葉県選挙区選出参議院議員であった民主党の広中和子の政策担当秘書に転じる。2009年の 第45回衆議院議員総選挙に民主党公認で千葉9区から立候補し、7月21日に小沢一郎の資金管理団体、陸産会から500万円の寄付を受けた。選挙区で自由民主党現職の水野健一を破り、初当選した。11月26日に衆院本会議の代表質問に登壇した。これは当時143人いた。 民主党新人では一番乗りだった。12月に民主党幹事長の小沢が率いる法中団に参加した。2010年9月の民主党代表選挙で現職の菅直人ではなく小沢を支持した。2012年12月の第46回衆議院議員総選挙に民主党公認、国民新党推薦で千葉9区から立候補し、選挙区で 自民党新人の秋元正都氏に敗れたが、長福利候補の比例南関東ブロックで復活して再選される。この衆院選では1回生143人のうち11人しか生き残らなかったが、奥野はそのうちの一人である。なお、2012年の衆院選で民主党から当選したのは、奥野、玉木雄一郎、後藤雄一、 大西健介、岸本周平のわずか5人この5人は現在も議席を維持しておりサバイバル5などと言われた。2014年12月の第47回衆議院議員総選挙に千葉9区から立候補し、選挙区で秋元2に2連敗するが、重複立候補の比例南関東ブロックで再び復活して参戦される。 2015年1月の民主党代表選挙で、岡田克也の推薦人に名を連ね、岡田が選出された。2016年2月8日の衆院予算委員会では、電波停止問題を取り上げ、政権に批判的な番組を流したというだけで、業務停止をしたり、その番組を止めてしまったり、あるいは、そういう発言をした人がキャスターを外れるというような、ことが起こり得るのではないかと質問。 これに対し、総務省の高市さなえは、法律は、やはり法秩序というものをしっかりと守る、違反した場合には、罰則規定も用意されていることによって、実効性を担保する、難度行政の方から要請をしても全く遵守、しないという場合に、その可能性が全くないとは言えないと答弁し、偏った法送がなされた場合、実際に電波が停止する、可能性に言及した。 2016年9月26日に次の内閣の総務大臣、内閣府特命担当大臣を務める。2017年の第48回衆議院議員総選挙に希望の党公認で千葉9区から立候補し、選挙区で秋元に3連敗するが、重複立候補の比例南関東ブロックで再び復活して4選される。2018年5月7日に、 民進党と希望の党が合流して決闘された国民民主党に参加した。5月8日に国民民主党の総務局長となる。その後、財政局長、国会対策委員長代行に就任。2019年2月の衆院予算委員会では、東京新聞社会部記者の持月磯氏と官房長官の菅義偉の対立について踏み込んだ質問を行った。 官邸報道室は2018年12月26日、内閣記者会に対して、持ち付けを念頭に、事実に反する質問、度重なる問題行為などと指摘し、事実を踏まえた質問をする、要要請。奥野は、この要請内容を踏まえ、報道の自由への干渉だ。事実に基づかない取材を封じるということは、まさに取材の自由、表現の自由、 国民の知る権利を封じることにつながるなどと感を追求。感は取材じゃないと思いますよ。決め打ちですよ。事実と異なることを記者会見で、それを事前通告も何もないわけですから、私だって全て承知しているわけじゃありませんからと発言した。この菅の答弁は、もちきの質問を事実と異なると認識している。詳細として注目された。 2019年秋頃から立憲民主党への合流、合併を主張し始め、立憲への合流、合併を推進する中堅、若手グループのリーダー格として動く。2020年9月15日、立憲民主党の決闘に参加。国対委員長代理に就任。衆議院に予算委員会理事、衆議院憲法審査会幹事。2021年4月。 野党の衆院憲法審査会幹事として国民投票法改正案の採決に向けた環境整備に努めた。自民党との交渉窓口役を担い、同年4月28日には公平性を担保するための有料 CM や広告などの資金規制に関して資金の透明化や広告規制を担保する何らかの確約を取れれば採決に臨んでもいいと述べ3年をめどに CM 規制等の修正を義務付ける、同法修正案の提案者となるなど、立憲民主党が採決に応じる流れを作り出した。ありがとうございます。